フォールアウト76、遊んできます。では本日もパブリックテストサーバーでの内容を見ていくため、ネタバレにご注意ください。では今回は、既存のレジェンダリーの効果、そこに調整が入ったので、まあこれらがね、どんな内容になっているのか、問題はなさそうかなど、まあ考察しつつ見ていきましょうか。で、こちら公式のサイトですね。この部分が変更がかかったという、そういう情報ですが、 ま、また右側にね、日本語化したものを置いておきます。で、上からではなくて、順不動で見ていきますが、まずはバサカー、強戦士ですね。これはダメージ耐性が80以上の場合のダメージデバフを削除しました。そしてダメージ耐性が1から60の間の時のダメージバフはわずかに減少しました。で、今までのこの強戦士、それの武器は防御力が高い場合、 なんか通常の武器よりもね、弱くなっていたんでしたっけで、それがなくなった感じになるのかなまあ、あダメージ耐性が高いと、通常の武器と同じぐらいになったんですかねで、ダメージ耐性が1から60の時は、今までよりもちょっと弱くなったのかなで、おそらく、ダメージ耐性が0の時に、威力50%アップこれは今まで通りなんですかねまあ、あシンデレオフスでダメージカットがあれば、スっパタカでもね、結構いけることは分かったので、まあ、あ強戦士もありだと思いますが、 いかんせんね、強戦士になるための準備それが大変なんですよね。まあ、すっぱなかでも良いんですけど、それですと、アーマーレジェンダリーの武器重量減少ボーナスとか、そういうレジェンダリーの恩恵が受けられないんですよね。なので、アーマーを着たまま、アーマーを壊す必要が出てくるわけですが、まあ、あこうなってくると、もうすごい面倒ですよね。で、誤って一度壊れたものを装備品からね、外してしまうと、もう修理するまでね、再度装備ができないんですよね。壊れたものは装備ができませんと。 そういうメッセージが表示されてしまうあとはさらに、ダメージ耐性の増える変異それもなくす必要があるんですかねとなると、やっぱり、強戦士専用のそのキャラクターが必要になってきますよね。でもその割には、威力50%アップですと、やっぱなんかね、魅力が弱い感じがしますよね。まあ、もっと威力を上げるか、独特の能力それは備えても良い感じしますけどね。もう、スっぱだかで運用してもね、もう、面白いと言えるくらいの。 そういう性能にしてほしいですよね。まあ、例えば威力アップの他にも、なんか強戦士という名前から、最大ライフが200とか増えて、で、ダメージは超受けるけど、それでも戦えるみたいな。まあ、そんな感じにすると、なんかバーサーカーっぽいですよね。じゃあバーサーカーはこの辺で、次は、特定の敵に対して威力がアップするレジェンダリー。それが軒並み、威力が50%までアップしちゃうですね。上から見ていきますと、アサシン、外虫駆除、 グールスレイヤー、ハンター、ミュータントスレイヤー、あとジーロとかなあトラブルシューティングもそうか。ロボット向けですね。で、こちらをね、50%では、やはりちょっとインパクトが足りない言いますか。まあ、特定の敵にしかね、有効にならないので、もうその時以外ではね、普通の武器になりますからね。なので、以前も言いましたけど、やっぱ60、60%とか、まあ、もうちょい上げてもね、良いんじゃないかなと思いますけどね。まあ、そんなに威力上げても、それに対応する敵がそんなにいないんだから、 ま、意味がないんじゃないかとね、思われるかもしれませんけど。やっぱ全てはね、血濡れの武器、血まみれ。ま、これがあるから、他のレジェンダリーにね、魅力を持たせるためには、もう威力を上げるか、あるいはね、特別な能力、それを持たせるしかないですよね。で、ま、合わして登場する敵のレベルも上げてもらえたらね、嬉しいところですけど。120とか150とかね。で、他レジェンダリーとのね、差別化に対して、ネット上で上がっていた意見を紹介しますと、 まあ、例えばハンターならば、肉が多く手に入るとか、あの動物を飼ってね。あとミュータントスレイヤーなら、ミュータントからの戦利品が多く手に入るとか。まあ、そういうね、特殊な性能を設けたらどうだという意見がありますね。あとは、特定の敵に対するダメージアップ系は、威力を上げるんじゃなくて、まあ、二つ目のレジェンダリー、ーそこに移動したらどうだという意見もありますね。例えば、血濡れのグールスレイヤーとか、タイヤーマンのグールスレイヤー、みたいな感じになると。 まあこれなかなかしっくりくる感じありますね。まあ血濡れとかタイヤマに対抗する必要はないんだよね。二つ目に持ってくれば。ただね、今までの装備にすべて修正を入れることができるのかどうかですよね。これを行おうとする場合は。まあそれが引っかかってなんか無理っぽい感じありますけどね。まあ他にはもう威力をね、75%が超上げて、で強くすることで、もう様々な武器を持ち歩くことになるので、まあそうすると、重量軽減パーク、それも必要になってくると。 だから強すぎるだけではなくて、きちんとデメリットも発生する。という意見もありますね。じゃあ次は夜行性ですね。これは日中のデバフが削除された。で、夜間のダメージバフが増加したと。これは深夜の威力が最大で50%だったものが60、60%まで上がったと。見ましたね。これは結構強くなってきましたよね。まあ、血濡れよりもダメージ値はね、まだ追いつかないでしょうが、まあ、ライフマックスで遊べて安定性がありますからね。 もう強いデては強いですよね。まあ、今後、スペシャルロードアウトの数に余裕が出てきたら、夜行性構成を作っておいて、で、夜になったら切り替えるとかすれば、もう一日の半分はね、かなり安定した強い構成で遊べるようになると。あとは、屋内ダンジョンが暗いので、屋内ではね、夜行性を聞くようにしてみてはどうだみたいな、そういう意見もありましたね。まあ、そうなると、夜行性の出番はかなり増えてきそうですよね。デイリーオフィスは屋内ですからね、もう夜行性が常に。 有効になることになりますよね。で、次はミュータント。こちらですね。ミュータントスレイヤーとは別ですね。これは機能が更新された。まあ、今までは10%アップでしたが、威力がね。これからは、キャラクターに影響を与える変異の数だけ攻撃力が上がって、で、最大25%になると。これどうですかね多分ですけど、あの、変異が強いから、この威力もね、抑えられてると思うんですよね。最大 25%? ただですね、変異をたくさんつけてるキャラクター、それでもね、他のレジェンダリー武器は有効になるんですよね。だからこのミュータントレジェンダリーで威力を抑えてる意味が薄く感じるんですよね。だから変異してる場合は、他の武器レジェンダリーは効果を発揮しないとか、まあ威力はね、20%ぐらいに下がるとか、まあそれならばミュータントレジェンダリーをね、25%に抑えてる理由はわかるんですけど、まあ変異自体の扱いがね、難しいですよね。もう純粋な強化になってしまってますから。 特に今、パブリックチームでね、ストレンジ・イン・ナンバーズというパークがあって、もうこれによってデメリットをね、打ち消すことができるくらいの能力アップが行われてますからね。というわけで、現状の25%アップだけでは微妙なとこですね。まあこれも他のようになんか特別な能力とか、まあなんか欲しいとこでありますが。で、次はサプレッサー。これ強化されましたね。ターゲットに適用されるダメージ減少が3秒間の20%から 5秒間の25%にバフされました。これは今のところ、シンデイリーオプス向けですかね。もうダメージカット構成は極めるのに、もうとても有効になれそうですね。もう新しいレジェンダリーパーマーと合わせると、かなりダメージカットが期待されます。まあパーマーに関してはね、また後日見ていこうと思いますが、シンデイリーオプス以外では、まあ守るよりもね、攻撃力を上げて、でも先に敵を倒してしまったわね、良い面があるので、まあ微妙なところでありますけど、まあこれも今後の根絶次第ですかね。 で、防御系の銃では、サプレッサーとヴァンパイア。どっちが良いかみたいな話はありますけど。まあ、ァンパイアの方がね、体力マックスは維持されて、安定質な感じはしますけど。まあ、極限ダメージカットを行いたいときは、サプレッサー。まあ、ロマンで使用するような感じになりますかね。で、次は、武器の二つ目につくレジェンダリー。まず、バッシャーズ。バッシングダメージが40%から50%に増加した。 これは最強のミニガンシュレッダーがね、さらに強くなるんですかね。まあこれ他の武器でもね、バッシュが面白く使えたらいいんですけど、強いものあるんですかねなんか見た目的には、黒色火薬ライフルのね、銃剣とか、あそこら辺ちょっと強そうに見えますけど、使ったことないのとね、あまり話は聞かないので、やはり威力はね、おまけ程度なんですかね。で、バッシュ自体は相手をひるませたりできるんですよね。ただ、こちらのバッシュモーションが長いから、 もう昼間してもね、結局、バッシュモーションが終わる頃には、相手の昼みも終わって、まあ、また普通の打ち合いが始まるとか、まあ、そういう状態になってしまうので、意味合いが薄いんですよね、バッシュ自体に。まあ、こちらが二人で、相手が一体の時に、一人がバッシュを連打するとか、そういう方法はあるんですかね。まあ、ボス系に効くとか、それならはいいんだけどね。デイリーオースのボスとか。まあ、なかなかね、状況は限定されそうですけど。なのでね、やっぱりこれも、威力アップよりは、リロード中にバッシュを出しても、 リロードがキャンセルされないとか、あるいはね、昼間せ時間が2倍になるとか、もしくは過去作のパークのように重傷を負わせることができるとかね。まあこういった性能が欲しいところですね。で、それによって、もうただ打ち合うだけじゃなくて、ちょっとテクニカルなね、戦い方ができるようになりそうですよね。で、次はヒットマン。これは来ましたね。フリーエメアとして、威力アップが測れる。狙ってる間、10%から25%にダメージが上がりましたね。 で、フォアロード76は、パークの内容的に、フリーエイムよりもね、バットを使った方が強いというね、そういう状況になってしまってる。まあ、最近はね、ゲームパッド向けに、エイムアシストも追加されたことですし、もっとフリーエイム用にね、なんか欲しいですね。まあ、これはいつも言ってますけど、やっぱり、自分で狙って撃つ。っていうのはね、何よりも楽しいことなので。ま、あ今後は例えば、クリティカルは、バッツ以外でもね、発生するようになるとか、ま、あそういうパークやね、レジェンダリ効果。それは出て欲しいですね。 ま、威力アップ以外ではフリーエイム用として、現在ですけど、パーセプションのね、スナイパーとかロングショット、あとクラックショットあたりですか命中精度アップ系はね、あるんですけどね。ロングショットはあまり使ってこないから、ま、今後使ってみますかね。スペシャルロードアとトが来ましたからね。で、三つ目。これはエンハンスドバッツか。強化されたバッツ。バッツヒット率が33%から50%アップに増加した。これも結構強化されましたね。 でまぁ、あ、フリーエイムで遊んでるとはいえ、バットを使うとね、良い武器は結構ありますよね。まぁ、あ、ショットガンは集団性が増すのかな。もう一点をね、狙うようになる。あとはハープーンガン。まぁ、あ、これね、フリーエイムだと全く当たらない。地面に刺さりますからね。まぁ、あ、爆発がついてると話が変わってくるのかな。他には定番は、プラザマキャスターとか、あとフルオートのレールライフル。それと、グレネードランチャーとかですかね。それと武器以外では、ミステリアストレンジャーとか。まぁ、あ、それを召喚するのにね、必要ですからね。 で、この命中率が増えたことによって、より遠くから狙えるようになるかどうかですが、多分予想では、バッツ自体の範囲は広がらないのかなただし、今までと同じ距離でも、命中率の数字はアップすると。まあ、今後は先ほど挙げたような武器では、命中率アップがついてくると、もう戦いがね、よりスムーズに行うことができそうですね。で、次が、鎧属性の変更。これは少ないですね。二つのみかなまずアーサシン、暗殺者のですね。 これは人間から受けるダメージが減少する。8%から15%になったのかな ?1V ね。5V で結構あるね。75%減少なんか、すごい高くないまあ、敵ではね、強い人間系がいないので、PVP 用となりそうですけど。まあ、PVP はね、私も好きなんですけど、もっとしっかりとしたね、同時が必要ですよね。まあ、秋のアップデートね、プライベートワールドの変更によって、PVP に対するね、何らかの設定は、 行うことはね、できそうでありますけど。まあそちらに期待しますかね。で、もう一つが夜行性。日中のデバフがなくなって、合計で耐性が50%増加になったと。この数値が強いのかどうかちょっとわかりませんね。耐性自体があまり気にしないで遊びますからね。まあもしかしたらかなり硬いのかもしれませんが、今は硬くなってもね、もうそれを活かせる場所がなかなかないためね。まあこれも今後のコンテンツ次第でしょうね。 さあ、大体ね、既存のレジェンダリーで変更がかかったものはこんなところですかその他、前回の続きとして、ネット上で見た意見の障害ですけど、まあ新しいレジェンダリーに関して。まずアリストクラッツ貴族ですね。それに関してですが、これはあの、2900キャップ持ってると、武器威力はね50、50%アップみたいな、そういう内容ですけど、これ貴族じゃなくて、大貧民にしてみてはっていう意見がありましたね。まあおそらくキャップがゼロならば威力が上がるみたいな内容。 まあそれならばみんなね、キャップは溜め込まずにどんどん使うようになると。まあもしかしたらちょっと整合性が取れない部分があるかもしれませんが、まあこれ面白いですよね。経済の流通が図れる。その他、貴族の弾はキャップにしたらどうだという意見がありますね。これも良いですね。もう撃てば撃つほど威力が下がる芸人をなるため、ジレマが発生すると。まあ3万キャップ持っていて、2万9千キャップまで、1000発撃つとね、1000のキャップは失われる。なんか絶妙なとこですよね。 その他新レジェンダリーに対する要望として、組み合わせによっては効果のないレジェンダリーを出ないようにしてほしいというものがありますね。まあ、例えば単発銃の発射速度上昇とか、あと近接のバッツヒット率上昇とかね。で、新レジェンダリーでも、例えばラストショット、マガジンの最後の弾が2倍ダメージになるチャンスがあるという、そういう効果ですが、しかし単発銃では効果がないと公式で書いてあるので、それならばそもそも単発銃でラストショットはつかないようにしてほしいですよね。 まあ、単発中でも、クワットだったり、ブロードキャスターのマルチショットなどで、まあ、聞くんであれば、話は別ですけどね。あとは私の考えですけど、まあ、またね、新しいレジェンダーが増えて、パワーマもたくさん持つことになりそうなので、まあ、さらにね、スタジオ量、上げてほしいですよね。絶対にまた足りなくなりますから。もう、フォアラートファースト限定でもいいからね、容量増加を、もうぜひお願いします。さあ、大体こんなところでしょうか まあ全体的に既存のレジェンダリーはバフがかかりましたが、まだいまいちなものが多い印象ですかね。まあもっと尖らしたらね、これ使ってみたいと思えてきそうですが、まあやはり特定の場面や組み合わせによって面白い遊び方ができる、そういった調整をね、今後も期待したいところですね。では本日はここまでということで、引き続き次の動画でお会いしましょう。